お月城は、出羽国お月郡にあった、日本の古代城作。藤原朝狩が、天平法治3年に築造したとされる。現在のお月郡域内に、お月城と、同時代の遺構は見つかっておらず、その造営地は、現在も不明である。危機から推定されている、お月城の造営地は、お物川流域沿岸地で、出羽作と多賀城の経営路上にあり、かつ、 では作寄りに駅手前の距離の土地である。現時点で発見されている上作遺跡でこの条件に一致するものは、ほったの木跡のみである。現在、横手市小物川町での発掘調査が進められており、ほったの木から出土したものと同等のものが出土している。今後、これらの大月村周辺遺跡の発掘調査が進むにつれ、古代大月城造営地が、 徐々に明らかにされていくものと期待されている。危機から推定される造営地は、五月城と同じ奈良時代の城作遺跡である、堀田の木跡付近が妥当であるため、堀田の木が五月城であろうとの説が提唱された時期もあったが、年輪年代法による分析結果では、堀田の木の造営時期は旧正紀初頭と推定されたため、堀田の木を 天平法事年間に造営された五月城とする説には無理が生じた。しかしながら、堀田の木の遺構はその規模において、道の区国府が置かれたとされる多賀城を遥かにしのぐものであることから、堀田の木が危機にある、出羽国に設置された一府二条のうちの一条である五月城であろうとの見方はなおかつ妥当と認められており、また危機にも時折軍座とが俗に襲われて、 軍夫の再建が行われた記録も見られることから、現在では、小月城は当初の造営地から旧世紀初頭に、ほったの木跡の地に移設されたとの推定に至っている。ありがとうございます。